はいどうもこちらぺんぺんです。今回もマナーロードやっていこうかなというふうに思います。で今回なんですけども、シナリオをね進めていきながら序盤の動きを紹介できればなというふうに思います。まあ動画内でも言ってんですけど、シナリオをねクリアしていこうかなというふうに思いますので、まあ1個の動画ちょっと長くなってしまうんですが、もしよかったら見ていただければなと。でコメントの返答とかもね、これからしていこうというふうに思いますので、ちょっと時間がなくてねなかなか目は通しているんですけど、ちょっと返せなくて本当にすいません、しっかりと今後は返していきますので、もしよかったら、コメントなど、書いていただければなというふうに思います。応援ありがたいです。はい、それでは動画の方を見てください。どうぞ。はい、今回の動画なんですけども、こちらね序盤の動きをね、ご紹介できればなというふうに思います。まあ、円滑に王国作りができるように、こちらね、紹介させてもらおうかなっていうふうに思いますので、もしよかったら見ていただければなというところです。またですね、このシナリオを使ってね、いろいろと動画を上げていこうというふうに思いますので、もしかすると動画一個一個が長くなって、で、このシナリオが今支配になってるので、支配できるまで、動画を上げていこうかなというふうに思います。もしよかったらね、見ていただければなというところです。まあ雑談形式じゃないけど、いろいろとね、喋りながらやっていければなというふうに思っております。それでは、やっていきましょう。まずですね、今ちょっとポーズしてるんですけど、見なきゃいけないことですね。ここです。物資です。はい。鉱物のところですね。これかなりいいですね。鉄も取れるし、石も無限、ほとんど無限っていうかね、多く取れるっていう場所なので、かなりうまい場所ですね。ここを起点にして、うまくやっていきましょう。はい。勝利条件支配ですね。もうここら辺は、行きましょうや。はい。で、まずね、1個目作らないといけないのは、もう皆さんね、ご存知の通り、伐採場。はい。もう伐採場なかったらもう何もできないからね。もう伐採場ここ作ってしまって。で、板も作っちゃいます。もうバンバン作っちゃいます。はい。で、あとは、この、なんだ。伐採所の前と、ここに家を建てちゃうと。はい。で、あとは、早くね、やってもらうというところですね。まあ、ただ、早くやってもらいながら、ベリーもここにあるので、まあ、序盤はベリーが大事にはなってきますからね。ベリーの作ってくださいよと。いうふうな感じで置きましょうか。で、ここは道をつなげます。はい、もう簡単でいいです。適当でね、ポッって。このゲームね、今ね、めちゃくちゃ久しぶりにやってんすよ。あった。そうですよね。物資が今ないっすよね。なんで、まず伐採場で作ってもらいながらですね、いうもんですけど。まあ、これね、ちょっと雨降ってきたら大変なことになってしまうので、早いところを建ててほしいなというふうには正直思いますが。はい、これなんか男爵から来るやつだよね。会話終えましょう。もうどうでもいいです。で、コメントとかもね、ちょっと返していきます。ごめんなさい、本当に。いろいろとね、ちょっと動画を作っていて、そう、なかなかコメントを返してないなっていうところがあってね、本当申し訳ないです。しっかりと返しますのでね、もしよかったらね、見ていただければなというふうに思います。これからよろしくお願いします。まあ、そんな感じのね、なんか、ことを喋りながら、動画はやります。動画っていうか、この、なんだ、街は作っていこうかなと。倉庫等を作っていきましょうか。ここでいいかな。まあ、本当はね、近場に、ベリー工場とかの近場に作りたいっていうのはあるんですけど、自由に動かせる牛がいません。あ、そっか、牛いないのか。まあ、このお金は結構大事なので、今ね、序盤は。使わないようにしましょう。まあ、牛一匹ぐらい買うんだったら全然いいと思うんですけど、あとは、今、オーバーレイでね、これ見れると思うんですけど、もうこういうのはやりません。うん。麦やら何やらは。なぜかというとですね、必要ないから。必要ないんですよ。なので、やりません。まあ、主に最初大事なのはやっぱ伐採場建てて、あとは板。かな。で、倉庫作って、ここを建ててと。ベリー工房を建ててね、うん、行きましょうという感じですね。で、板は今後、交易場でね、めちゃくちゃ使うので、絶対に作った方がいいですね。作ってっていうか稼働させた方がいいですね。まあ、食料庫を早く、やってほしいとこもあるんですけど、まあ、どっちでもいいんだけどね。ちょ、ベリー工場、あれか。早めに作ってもらおうか。で、ここも、家ちょっと大きくして、斜めにねして。で、ここの裏庭の大きさは、特に、
なんだろう、野菜が取れたりとか、多く取れるとかは関係ないので、広いからっつってね、狭くても問題はないです。あ、待って、これ狩人の野市だ。やべえ。ちょ、待った。やべえ。こういうミスは絶対にしないでくださいね。うん、狩人の野市でした。あれ、これじゃなかった。なんで狩人の野市をさ、ここに作ろうとするわけ？食料が不足してます。はい、分かってます。どうなんですかね。もうこの時点で最速ではなくなってしまってますね。はい、めちゃくちゃ最速でやっていこうかなっていうふうには思ってたんですけど、うん、全く最速じゃないし、てんやわんやですね。さあ、雨降ってきちゃったんでね、食料やなんやら濡れちまうんですけど。そうですよね。何をやってんですか、この人たちは。はい、今ね、ベリー工房ができたんで、まあここでしっかりとご飯を取ってもらいましょうというところですね。あとは倉庫とかを作ってもらいたいなというふうには思うんですけど、まだですか。さあ、あとはさっさと交易所を建ててしまってね、やりたいですね。まあ人とか家とかは後々でいいんでね。よし、建設が完了しましたと。ここ一人減らして、倉庫増やしましょうか。さあ、食料庫もできましたね。あとはここからはですね、市場を作ったりとか、市場か、市場作ったり、交易所を作ったりという風な感じですね。もう交易所も作っちゃいましょうか。交易所はね、倉庫の近くに置いた方がいいのでね。はい、倉庫の近くに置きましょう。で、井戸もできました。で、ここで家を作ってほしいなというところもあります。人の配置とかもね、しっかりと本当はやった方がいいんですけど、ちょっと今は急ぎの用があるというところがあるので、はい、ここら辺は無視していきましょうか。一応外に出てる物資はなくなったかなというところですね。で、建設が完了しました。で、あとは掘ってもらう、ここも作りますと。で、あとは道を作りましょうと。これ繋がんないのか。はい。で、ここにもね、家作った方がいいので、家を作ります。これで家の数はどうだ？あと1個か。さあ、今ね、燃料が不足してますって出たんで、ちょっと作っちゃいましょうか。木こりの小屋で。まあ、木こりはここでいいんで、はい。で、交易所が作ってくれたというところなので、まず、これをでかくしてですね、はい、アップグレードしないと大変なことになってしまうので、で、今、特にないと。さあ、ここを早くやってほしいなというところがありますね、まず。板は3枚と。いいですね。できたので、じゃあここは交易所で馬を買います。で、馬を買いつつですね、次やらなきゃいけないことなんですけど、まあ、結構鉄があるので、鉄が資材としていっぱいあるのでね、まあ、これをうまくやっちゃえばいいかなというところですね。やりましょうか。まず作ってもらいましょう。はい。飛ばします。お、採掘所ができましたね。ここでじゃあ仕事をしてもらいましょう。いいですね。で、家もできました。で、木こりの小屋ができたと。どんぐらい燃料ないんだろう。もう燃料ないっすね。ゼロっすね。じゃあ、やってもらいましょうか。はい、人を立てるのに、人が必要と。まあ、木こりの小屋を動かしながら、やってもらって、でですね、まあ、タブを押しつつ、お、遺伝子のレベル上がりましたね、その前に。はい。なら、まず大事なのはね、貿易物流ですね。もう序盤は、このスキルを取ってしまえば、ほとんど楽にいけるので、絶対にこれをアンロックしてください。で、これで、貿易路がですね、一律25円になったというところですね。かなりお得になりました。はい。まあ、これは関係ないのでね、民兵隊を作ってくださいっていうところですね。で、家も全部できてしまったというところなので、あとはここの好感度を上げていきたいですね。
まあ、好感度の上げ方はね、いろいろとありますが、まず必要になってくるのは、境界ですね。板が足らないというところあるので、まあ板を作りましょう。で、とりあえず、板を作ってもらいながら、鉄鉱石を輸出。まあこれもうゼロでいいかな。はい。ゼロをめどにしてもらいましょう。邸宅作る場所、今のうちに決めとくか。ここでもいいけど、ここが良さそうっすよね。いろいろと木があるんだけど、これ伐採してもらえるかな。ちょっと遠くはなってしまうんですけどね。将来囲いたいってところもあるので、はい、ここを切ってもらいましょう。で、野生動物は特に狩らないでいいと思ってます、序盤は。うん、もうまずこの動きをすれば序盤はうまく軌道に乗ってくれると思ってます。で、木は足りてはいるかな。あと2個ですね、板。そうすれば作ることができます。まあ、教会ここでいいかな。さあ、あと2つできるか。あら、盗賊に取られた。はい、やっと20増えましたね。じゃあここにも教会パン作っちゃいます。はい。ね、教会の、レベル上げて、レベルじゃないわ、できるだけ早くね、なるはやで作ってもらって、ただ人がいねえというふうな感じなので、まあここはこうしてもらいつつ行きましょうか。まああとは家の最適化とかもしていきたいなーっていうところは正直ありますが、この人たちはやってんのかな。あれ、牛買ったよね。牛買ったよね。どうするべきなんだろうね。ちょっとここね、貯めちゃったんですよね、序盤。まあただ牛買った方がいいかな。30円入ってきました。やった。いいっすね。じゃあ牛買いましょう。あ、まあ本当は馬の方がいいっすけどね。本当はね。うん。さあ、境界できましたね。オッケー。これで多分好感度は爆上がりになってくると思います。じゃあ、あとは、もう一人の人には取引で輸出してもらいましょう。板ですね。板を減らしましょう。で、なんか取られていく。タブで、1、2、そっか、二人割り合ってるからか。どうしようかな。まあ、とりあえずこれでいいか。はい、こうしましょう。はい、今ですね、ちょっと家を建ててはいます。で、お金も結構増えてきてますね。傭兵隊を作ることができます。ちょっと邸宅作りましょうか。ただ、めちゃくちゃ物資が足りないですね。ちょっと物資が足りないってこともあるので、ここは、ちょっと動いてもらわなきゃなというところですね。もう鉄鉱石今、ちょっとやめてもらって、まず木を取ってもらおうか。で、あとは交易所もちょっと今止めましょう。じゃあ、これを止めればいいか。これ止めて、板が必要なんでね。で、これ作ってもらいながら、一人は、物を作ってもらうと。物というかね、こういう場所ですね。建設を頑張ってもらいましょう。で、ここも同じように家建てちゃえばいいので、はい。できるだけね、人を多く住ませたいってところあるからね。ちょっといびつですけど、もう関係ないから。速さだから、もうこっからは。何も関係ない。で、今82円貯まっとるやろ。最高やね。めちゃめちゃ回ってきてる。で、あとは、確か、レベル2にすればいいんですよね。レベル2にするには、まず境界があって食料ですね。で、衣類が必要というところですね。まあ、なので、もうここら辺で、作っちまうっていうのもありですね。で、狩人の小屋も、立てて、はい、
で家も建ててと。ただあれか、今木の板が足りないのか。早く作ってくんねえかな。頑張れ牛。牛頑張れ。ダメか。またか牛。頑張れ頑張れ。オッケー、ナイス牛。これでよくって。で、石は作れたのかな？作れてますね。で、ここをじゃあ、人を増やしてもらって、うん。これでいいと思います。で、51% になったので、人も住んでくれるでしょうというところですね。このままうまくいけば。何事もなければね。で、邸宅をこっちの方に作りたいんですよね。できれば。さあ、作れますか？で、石めちゃくちゃもう17個も溜まったね。なので、もうここは、止めてしまいって、あとはいろいろと作ってもらおうか。あ、できそう。ちょっともったいないけどな、ここの木とか。だ、ここに建てたい。めちゃくちゃここに建てたい。一回あれだな、木材止めようか。はい、ここに邸宅作りましょう。ごっつり。OK。で、これを最高にしてもらって。OK。さあ、パーセンテージも上がってきましたね。まあ、邸宅が作るまで飛ばしまーす。お！これ行くか。ちょっと待ってよ。盗賊の野営地見つけましたね。さあ、遠いけど、ただ人いないからやめるか。嘘やな。人いないからできないな。まあ、次、これ多分ね、初動の山賊は、できないと思います。まず人がいない。で、来ましたね、これ。やりましょうか。攻撃準備。正直、まだ1年ぐらい欲しいなっていうところはありますけど、行きますよ。もうこれは、生放送やから。生放送じゃねえわ。動画やからな。本当はやりたくなかったです。正直言うとな。でもそんなことも言ってられないから、もう。やるしかないから。で、3ヶ月やろ。オッケーオッケー。で、お金は入ってきてはいますね。あとは邸宅を本当に作れれば、もう問題はないかなっていうところではありますけど。さあ、交易所を動かしましょうか。取引して、輸出と。で、そうですね。鉄鉱石とか動かしたいなってところはありますね。正直、鉄を。はい。新たな傭兵隊を、お、一人進みましたね。やった！これで回るぞ。いろいろと。この一人がでかいからね。意外に。そうで、占領されようとしています。関係ないです。出たわね。はい。ちょっと早いところ、ほんとこれ、作るの遅いよね、こいつらね。どんだけ税金取られたくないんだよ。やってもらいたいなーってところはありますけど。ちょっと待ってな、これを一回ここやって。まあ悪くはないんじゃないかな。あとはこっからどんだけ人が増えてくれて、わちゃわちゃできるのかと。まあ住居も増やしちゃえばいいからね、いろいろと。お、家が、家族がまた住みましたね。さあ、じゃあどうしよっかな。お金は結構貯まってはいるんですけど、ただ、10分の1を払わなきゃいけない。10分の1だから、まず邸宅を作らないことにはね、傭兵隊も雇うことできないので、雇いたいですね、早く。あ、あとですね、今、邸宅作ってもらってるんですけど、裏庭は拡張しません。絶対に。まあ、なぜかはね、あれですね。まあ、ここのお金がなくなっちゃうってところもあるんですけど、うん。だから絶対にやらないって感じですね。まあ、貯めちゃえばいいので、はい。で、あとは、生活区画
ークのね、あれをやりたいなってところはあるんですけどね。めちゃくちゃ早めにやりたかったんだけど、もうあと200日切ってんすよ。ちょ、これまずくて。めちゃくちゃまずくて、ちょっと言葉にならないんですよね。何をやってらっしゃるのかなって。本当にこいつら。全く邸宅作んないんだよね。これなぜですか？なぜ作らないのこいつら。全く言うこと聞きません。ちょっと、家畜配置キャンセルします。うん。もう全力で作ってもらおう。ちゃ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 っと。あと7個やね、石がね。石7個やん。はよ、石溜まってほしいけどな。で、家族はもう、ついてきてんのよね。だんだんと。それ素晴らしいことなんだけど。ファミリーが増えてくるのは。さあ、そのファミリー増えるのはええんだけど、頼みますって、マジで。でですよ。で、燃料が、これ食べ見ればわかるんですね。よね。まあ、薪は足りませんよと、言うてますけど。で、またこれ取れるところがもうないですと。じゃあ、探せばいいじゃない。なんで、指示待ちなんだ、お前ら。で、やばいですね。あと6ヶ月です。まあ、お金貯まってるから 10% 取っていけば、まあ、かなりのお金にはなるんですけど、国のお金がね。なので、いいんですけど、早いところ、なぜこんなに、できねえ。お前らは。なぜこうも動かない。鉄鉱石は掘ってくれてる。さあ、頼むよ。まだですか？はい。あともう少しですね。うわぁ、これ行きたいなぁ。どこだ？これ止めないとね、あれなんですよ。この領土取られちゃうんですよね。ちょっと取れないなぁ。もう最悪だ、これ。まあ、ただこっから成り上がるから大丈夫、大丈夫。はい。やっとですね、邸宅を作ることができました。残り170日です。でも速攻ね、ちょっと 15% でかいかなってところあるんですけど、いや、10% にしとくか。10% にしてって、行きましょう。で、今回はこんな感じでね、動画を終わろうかなって思ってるんですけど、まず、もっと早く多分できたと思います、今回は。ちょっと久しぶりにやったところがあって、段取り悪かったなーってところあるんですけども、もうまず最初に作らなきゃいけないのは、伐採場っすね。で、伐採場作った後に、木の板、作ったり、井戸、木こりの小屋とか、あとは、ここのね、ベリー工場とか、作った方がいいというところですね。で、できるだけ、仕事場の近くに家を配置して、今はまだ設定はしないんですけど、この家の住人がここで働いているようにとかっていう風に設定していく。で、その後に交易所、教会、あとは市場作って好感度を上げていく。で、その後に邸宅を作っていくというような流れが一番いいんじゃないかなという風に思います。あとですね、このスキルか。スキルについては必ず貿易、関連のね、スキルツリーから、解放してった方がいいという風な、感じです。まあ、次は今ね、あと洋服を欲しいという風な人がいっぱいいるので、革作りね、していこうかなっていう風に思いますので、革ができれば、洋服もできると。で、みんな暖かくなれるというところあるんでね。まあ、革を作って、レベル2にしてって、ここ、関税撤廃を、解放していこうかなというふうに思います。それではまた次回の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。